起こすのはまずいな <laughs>。起こしちゃうんだ、こっち行くと。他のところは大丈夫なんだけどな。うわぁ、BGM 相まってなんか怖いなー <laughs> えーバルツェが北の館行くってことだもんな町街の人もさすがにいないのか。今回は街の人のとのスニーキングミッションはないわけだね。1割も誰もいない。なんか寂しい。なんか誰もいないの見ると寂しいなぁ。 あ夜の店やってるんだっけそういやこの人。いやいや、お客さんですか私のモルコット。どうぞどうぞ見ていってくださいよ。こんな迷いのに、ね、商売うっさんくさーい。な全部の普通の、ストレートのものにですね、普通の商売ですよ。モルコット、お前だけは一緒にいたのか。一緒に来いモルコット日中はお客の気分に <laughs>、お店にお客を取られちゃいますけど、こうして夜に行けばお客を取られることはありませんからね。 夜にはそのお客とやらがいないんだけど、そこはいいの誰もいないよこの街、今。はははははま、頑張ってよ。<laughs> そのお客誰もいないよ一っこ一人いないよモルコット <laughs> モルコット <laughs> 一緒に来いよ <laughs> 仲間に変われよ、もう。あれ ?BGM がどっかで聞いたことある曲になった。まあまあ、フリーゲーム特有のね。 BGM になってるね。北の館はこっちじゃないって言われるんじゃん、もう。うわー、北の館に誘われちゃった、また。バルテがい誘われちゃうわけか。あ、小屋だどこ行くんだあ、島一人でこそこそ何をしてるのかと思えば。 お前は何してんのしば散歩それはこっちのセリフだ。もしかしてずっと後つけた気持ち悪い。これでも心配してきたんだ。心配ね暇。結局ルイスさんとは何話してたのか教えてくれないし。だから、それをただの世間話だって言ったでしょあの後ずっと様子が変だったのに。あのね 俺になって言いたくないことで一つや二つぐらいあんの。それに、これは俺の問題であってお前は関係ない。契約はとっくに消えてるでしょお前が汚い方に向かってんのなら、僕だって無関係じゃないはずだ。だからそれは、宿に戻ってから、父さんの様子もおかしかった。おー。お前何か知ってるんだろ うん、知ってるような知らんようなお前がどうしても話さないって言うんなら、僕は勝手についていく。男二人か今回は、れいちゃんは今回は来るわけじゃないのね。これでも、本当にお前のことを心配してるんだぞ。ああそう。思いってそんな顔してるわに案外ゆず聞かないよね。<laughs> それ顔関係あるのか <laughs> 来たきゃ来ればいい。 どうせすぐに戻るつもりだったし。そうなのかそうなの。もう全部手遅れなんだよ。無力な俺たちがどうあがいてももうすべて燃やすしかない。バルセ行くよ。北の館を見納めってやつだね。バと一緒に行動することになった。じゃあバルセとバで行くってことか、今回は。レイはお休みだね。 あ、ここはれいちゃんが昔使ってた小屋なんだけど、見事に崩れちゃってるか。開いてるねガラ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 ってなってるんだ。ここだけ通れんねん。ちょっと貫通してる。<laughs> <laughs> いやだー、汚い方また行くのーわ、開いたええー、だいぶ違うね 前作と、全然違う。懐かしいって言うと少し変かな。二度とここに来ないってのは理想だったんだけどね。相変わらず錆びれてるな。錆びれてるっていうかもう、ないね。壁側。人んちきといてその感想。で、お前はここに何しに来たんだうーん。強いて言うなら、確認とお別れ確認 それにおわかりってお前。実は明日にでもルイスさんに頼んで、この屋形燃やしてもらおうかなーって。燃やすなんでまた急にルイスさんの家に昼間街の人来たでしょその人たちの話に乗ると、なんかまたここに悪魔が集まり始めてるらしいんだよね。僕たちが前に浄化したのにどうも一時、ろぎ程度にしかならなかったみたい。あ、しょうがないよ。 ここはもともと集まりばやすい場所なんだし。人体実験なんてしてたら、それは人間の怨念だって集まりますって。そうだね。人体実験して、ぎはぎのパーツを作ってたっていう話だもんね。生首もいっぱい置いてあったもんね <laughs>。だったらもう一度前みたいに浄化できないのか。無理。だって俺はもう悪魔じゃないし。もう力はないか。そういうことで、 一層のことは全て燃やしてしてまうかと考えたわけよ燃やせば悪魔は浄化できるのか。本によるとね、ほら、人間だって最後は仮装したりするでしょ炎は唯一無にできるからね。へえ。ノーマルタイプと炎ってさ、そんなに関連性ない、ないと思ってたわ。<laughs> それに、こんな不気味な方がそばにあったら街に人も困るでしょ。確かに。ずっとあるってことだもんな。だからずっと怯えないといけないって話になっちゃうもんね。 北の館さえなくなれば悪魔の酔いどころも消えるし街の人も悩みのためは減る遺跡にちょっとやつお前はいいのかそれで身納めに来たって言ったでしょだからだよそんな風に来るならやっぱり未練があるんじゃんあらだら子供いいこと思いついちゃった な、なんだものすごく嫌な予感。ううんん面白そうなものを拾っちゃったああ、レイああ、そっかえ、なにそのまま行動するわけじゃなく、もう朝になっちゃったあのおじいちゃん。 朝ごはんできたよ。それとね、マドレーヌを焼いたも。今日はこの前よりもうまくできたんだよ。それとバルツがどこにいるか知らないかな。探したんだけど見当たらなくて。うーん。おじいちゃんうん。ああー、れい。どうかしたの体調悪いのいや、そうではないよ。すまないね、心配かけて。本当に朝ごはん無理に食べなくてもいいから、ゆっくり休んでた方が。 あ大丈夫だよ。ありがとうねレイそれならいいんだけど、レイちゃんまで追いかけんなよ。<laughs> レイちゃんまで汚い方行くなよ、また。<laughs> あ、それとね、バルツェを知らない部屋にも外にもいないの。うーん。彼なら少し出かけると言っておった。心配せずともそのうち帰ってくるだろう。あ、そうなんだ。それじゃあ、バルツェには悪いけどば、そごはん先に食べちゃおうか。 ああ、そうさせてもらおうか。あん。マドレーヌを参考点に入れた。おうん。バルチェ、どこ行っちゃったんだろう。朝ごはん食べてるうちに帰ってくるかと思ったけど、結局来なかったし、嫌な予感がする。やばい、嫌な予感がする。出かけるにしても、こんな朝早くからどこに朝どころか夜だからね、行ったのは。 バが来たら相談してみよう。うん。芝の何か知ってるかなそのバも一緒に行っちゃったんだよな。あ、何おはようございまーす。あ、この声。ジューティーさんだ。嫌な、やな感がすんな。やっぱりジューティーさん、あれで、でもバがいない。結構近く広いな、お前。 いやあ、おはようございます、リュウさん。朝早くからすいませんね。いやむしろちょうどいいぐらいだよ。私から君を呼びに行こうと思っていたんだ。おや、また隠れた。<laughs> その隠れ方さ、前作譲りだな。<laughs> 前作もそうやって隠れてたよな。おや、シ芝は一緒じゃなかったのか。えー、どうも出かけたみたいで、久しぶりの街中からきっと散歩でもしてるんでしょ。 それよりも何やら相当ててるみたいですね。何かありましたああ、そうなんだ。パルテ君が。まあ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 ま話は後で、中で伺いましょう。ここでは誰が聞いてるかわかりませんからね。うん。もっともれいちゃんは、盗み聞きするようないけない子ではないと思いますが。うん、うん、ああ、そうだな。というわけで、部屋に通していただけるとありがたいです。 うむ、分かった。こっち来るかな来なかったわ。<laughs> でも、レの存在には気づいてそうだな。<laughs> もうさすがに、ここに隠れてたのはバレるだろう。もうさすがに。私のこと気づいてたのかなうん。多分気づいてるだろうね。あの隠れ方はないよ。あの隠れ方は。それよりも、おじいちゃんのあの言い方やっぱりバレてに何かあったんだ。やばい。あーがん、あがん,、うん。言っちゃダメ。いや,いや,いやだやだ、嫌みたいだし。 よし。街に行って芝を探そう。やばい、今街に行った。街に行った。はっはっは。あ、レイちゃんだ。おはよう。え、銀髪男こと探してんのそんなこと探せんので俺とデートしてます。デート、デート。ダメー。<laughs> どこにでもついていきそうだからダメー。もうこの人ずっとデートのことしか話さへんねや。あー。 でも、いい伏線回収だなー <laughs> 見た人が一人いるじゃねえか <laughs>。夜もやっているお店の人じゃん <laughs> い。いやっす。こっちに行かない方が良さそう。そうだね <laughs>。間違いないよ。他の街の人たちは見てないって言うけど、唯一見てる人一人だけいるじゃん。モルコット <laughs>。顔ラがのない NPC。いやいや、お客さんですか。私ならモルコット。 どうぞどうぞ見ていってくださいよ。いや、あの、私買い物来たわけじゃなくて、その、なんだ、冷やかしですかもう最近多いですよね。ごめんなさい。まあいいですよ。それで、僕に何か用ですか男の人を探してるんです。何ですか恋人ですか大切な友達なんです。あんだ、そうですじゃが僕は適にね、愛人とらえ、あげ、だもうあれにさたり、かける同人と、あげくり、かけ落ちをしたなのかの。<laughs> 愛人かけ落ち 昨日思いたんですよね、そんなやつこれがまたムカつくぐらいかっこいい男でね。あの黒髪で赤い目とかもうかっこいいやつの、ね、大幽霊じゃないですか本当神様って不公平ですよね。黒髪で赤い目もしかして。うんでなんかミュウリに思いつくとかおしゃって、あれはきっと佳境じゃなえ、会いに行く途中だったんでしょうね。にしても、こんな時期に北の館方面に向かっていいのに、きっとそうも言ってないな、なけど、北の館。やっぱりバルツのことだ。 あー、ちなみに、俺も嫁さんと一緒に駆け落ちした口なの。嫁さん声が乾いてさ、でも、まだ、子供できないの悩、ね、みなんでもね。<laughs> バルセはきっと、汚い方の噂をさせて、それで方に行ったんだ。まあ、子供ばかりがこう、かり物だからさ、こんなこと言ってたら仕方ないんだけどね。おじいちゃんはこのことを知ってて。私に心配かけないで黙ってたのかな。やばい、レイも行く。このパターンは。 とにかく、急いで芝にこのことを伝えなきゃ。でも芝どこにいんのあ、そうだ、話は戻るんだけど、君は男の人男性のことじゃないのそういやまだ聞いてなかったよえー、っと、あの、すいません。えっと、銀髪の背の高い男の人です。見かけてませんかあ、そういうの見たよー昨日の夜銀髪の背の高い男の人え昨日の夜そう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 その、ちょうどその黒髪の人が通った後、なんかそっちも怪しい顔してたなぁ。そやって芝のことだよね。昨日の夜ってことはバルチェも一緒に ああ、もう分からなくなってきた。あれ、大丈夫こうくないよ小兄さん、その男の人たちは北の館に向かったんですねえ、あ、うん、そうだよってことは、二人が北の方に行ったってことは間違いないんだよね。北の館に何かあったんだ。もしかしたら、七葉も気を抜いから戻ってきてないんじゃ。ありがとうございます。どういたしまして。なんかよくわかんないよ。見つけたのにね。<laughs> おじいちゃんって相談したらまた止められちゃうかもしれない。家でじっとしてなできない。ああ、もうダメだ。レイ行ったわ。<laughs> くそー。なんて簡発な主人公なんだ。来たれ方に行ってみよう。ちょっとだけ覗いて、もうちょっと、そのちょっとでダメなんだって。ほら、始まった。二 <laughs> 人を見つけてすぐに館を出れば。うん、きっと大丈夫。大丈夫じゃないよ、レイ。また行くのか、お前。<laughs> 戻ろう。戻ったらなんて言われるか気になる。 何も言われなかった。BGM のフェードアウト。<laughs> BGM はフェードアウトしたんだけど。おい、BGM さん二人を探さなきゃああ、あの街の、B、陽気な BGM を聞きたいもう一回お願いわあ、またこの BGM やレイちゃん一人になってしまった <laughs> 結局レイちゃんかよ、行くのは さあまたやってまいりました来たね、方 <laughs> レイちゃん、また行くのかよやめときな本当にバルチには申し訳ないけど、やっぱりちょっと不気味だな。まだ火も高いはずなのに、なんだか薄暗い。芝。バルツで。コンコン。そうだね。 ノックなんてして、意味ないよね <laughs>。いや、ノックで確かめるっていう手があるから大丈夫だよ。空いてる。暗いな。入ってはダメ。そうだよ、入ってはダメえ気のせいかな。今、女の人の声が。んとにかく二人を助けなくて入ってはダメって、あんだけ言われてんのに。 ああ、入ったー。シバ,バルツェ早く見つけて帰らなきゃ。もう帰れないでしょああ、なんだ、開くか開かないかの確かめをしてかったのに。さあ、再びここの地にやってきてしまったー。